ありがとうございます。また別件なんですけども、万博についてなんですけど、取材によりますと、アルゼンチンが完全に万博から撤退する意向を今示していると、それで協議中だという話なんです。でこれで、撤退しますと、今撤退表明している国が多分4カ国目になるんじゃないかなと思うんですが、その撤退ドミノというのを今いわゆるその懸念されている中で、その施工業者が決まっている国というのがタイプ A の中でもなかなか今増えていませんが、この現状知事としては今どう受け取っていらっしゃいますか。やはり一つでも多くの国に参加してもらいたいと思います。その中で、どうしても国の事情等によって参加が一回手を挙げたけども参加が困難だという、国の事情が生じるところも言って、これはどうしてもやむを得ないところで出てくるもんだろうというふうに思っています。ただですね、なかなか A タイプで参加しにくい国であったとしても X タイプであったり、あるいはその C タイプという受け皿を準備していますので、ここはそれぞれの国に丁寧に寄り添いながら一刻でも多くの国が参加をしてもらえればと思います。現状ですけれども150から160の国が参加として手を挙げてくれています。過去の博覧会議見ましても、大阪の1970年万博は77カ国、そして愛知博が122カ国だったと思うんですけれども、そういった意味では今回150から160で非常に多くの国が参加を手を挙げてくれていますので、そういった意味で各国の期待は大きいと思います。ただ一方で国としてなかなか一回手を挙げたけど参加が難しいという国があるのも、これは事実だと思いますので、できるだけ寄り添いながら X タイプ C タイプもあり提案もしながらですね、どうしても参加が難しいという国はやむを得ないところはあるとは思いますけれども、一国でも多くの国が参加してもらって、150、160、そういった、日本の過去の博覧会で一番大きな国の参加数ですけれども、現時点でね、一国でも多くの国に参加をしてもらいたいなと思います。となりますと、知事としてはそのタイプ A にこだわるというよりかは、そのタイプ X なり C なり、とにかくその参加してもらうことが大事だと今お考えでしょうか。そういう考え方です。もちろん A はそれ A タイプのパビリオンは、これは愛知博の時はなかったんですけど、見てもらったら分かる通り、非常にその国がある意味投資をして、その国が表現したいことを独創的に表現するという意味で非常に個性的で魅力のあるパビリオンになっているのも事実だと思います。なので A タイプのパビリオンが多い方が僕はいいとは思いますが、ただやはりもう1年も切っている中で、なかなかどうしても A タイプが難しいなというところにの国についてはね、X タイプとか C タイプの受け皿もありますので、そこで出展してもらって、その国の良さとか、この発信したいものを発信してもらった方が僕はいいと思います。なのでただ、そうは言ってもなかなかそのお国の事情というのもあってですね、世界各国があるわけです。どうしてもその国の事情として参加そのものが難しいなというところも、これは当然あり得る話だと思います。またその理由が A タイプが難しいということなのであれば、 X タイプとか C タイプとかそういったところでできるだけ参加をしてもらう、そしてその X タイプも C タイプもパビリオンなので、そこのパビリオンでその国の魅力を発展してもらって、一国でも多くのパビリオンのにこだわるというよりは、一国でも多くの国に参加してもらって、その価値観を共有したり発信することの方が僕は大切だと思います。他にございませんでしょうか。たら共同通信さん。共同通信の伊藤です。今の話題に関連してなんですけれども、そもそもそのアルゼンチンの撤退というところに関して知事がこう把握されている部分、今の現状でお聞かせいただけますか。ちょっと報道で聞いている限りでまだ正式に博覧会協会から報告を受けていないというのが現状です。わかりました。仮にその報道が正しかった場合は、A から C、X っていうその受け皿もまた難しく撤退という選択肢になったということなんですが、報道が仮にそうだった場合の受け止めといいますか、撤退という選択肢になったということについての受け止めをお聞かせください。これは X タイプ C タイプでも難しいということで、国のどうしても事情があるという中での撤退だというふうにも思います。一国でも多くの国に参加してもらえるように寄り添って、いくことが大切だと思います。現状150から160多くの国が手を挙げてもらってくれてますので、そういった意味では
非常に参加希望国は多いんですけれども、どうしても国の事情がある国については寄り添いながら、あの X タイプであったり C タイプであって、あのその国の良さを発信してもらうことを、ね、寄り添って対応していくことが重要なんだと思います。ただまだ報告は受けていませんけれども、やはりと総体として、今の現状がどうなっているのか、 A タイプで53カ国を希望しているけれども、その中が39カ国でどうなっているのかというのも一定程度は報告は受けていますので、どうしても国の事情等で X タイプ C タイプを含めても難しいそうだという国がもうあり得るのかなというのは僕も思っています。ですので、今回、報道が事実だとすれば、協会とすれば、X タイプ、C タイプというのを非常にある意味提案をして、寄り添った上でのことなのかなというふうには思いますが、ただ、まだ協会から正式に話は聞いていないというのが現状、報道で聞いている限りということです。ありがとうございます。